永瀬さんが、早い段階から、少しのリードを奪って、でただ、そこからが長かったですよね。永瀬さんがかなり優勢だった局面はなんかあったと思うんですけど、なんて言うんでしょう、菅井さんもしっかりと粘って、なかなかこう決め手を与えないという、そういう状態がこう100手ぐらい続いて、かなりこう長期戦になったなという感じですね。え、言いました？言ってないですよ。多分あれです。マイクの問題です。大事だって言ってます。大丈夫大丈夫。大丈夫。そうか。失礼しました。すごい一段の中見者からの結構なんです。そうなんです。失礼いたしました。もう一回読んでいいですか？はい。なお、第1局は先週2月11日です。日曜日が行われ、そこで先手となった菅井一段の中見者から、両者穴熊となり、大熱戦の末190手にて永瀬七段が勝利しています。はい、今間違えてたのは忘れてください。よろしくお願いします。放送スタジオの空気は変わってなかったですね。ちょっと待って、僕らの熱いのが不足です。失礼いたしました。はい、ということでこの後3時から第2局が行われるということですが、はい、あれですね、戦後が入れ替わってた。あ、そうなんですよね。菅井さんが後手になるんですけど、結構今期菅井さんはちょっと後手の勝率があまり芳しくないというか、先手の勝率はいいと思うんですけど、そういう意味では菅井さんの側からするとちょっとここをどうしのぐかっていうところでしょうし、逆に永瀬さんの立場からすると、今日をやっぱり決めたいっていう相当強い気持ちがあるんじゃないかなと思いますね。結構両者にとって違う気持ちですけど、大事な一番だと思う。そうですね、もちろんその永瀬さんが有利な立場なんですけど、多分実際にやってる側とすれば、ここでもう決めないと、その逆にそのここで永瀬さんの側が負けてしまうと、流れも菅井さんに行く感じになりますから、そうですね、有利な側としても全然気が抜けない状況かなっていう感じですね。こちらの第2局ですが、永瀬七段が勝ちますと4月から行われる第4期叡王戦の挑戦権を獲得となります。菅井七段が勝ちますと第3局へ持ち越しとなります。まさに両者にとっては大一番となるということで、はい、そうですね、先ほど台本のミスでして、上さん書いてくださいましたけど、台本はしっかり菅井七段となっております。失礼いたしました。ごめんなさい。はい、ということで今回も前回と控え室から両対局者に対局直前の意気込みを伺うことが趣旨でした。勝者が今年の4月から開催される第4期叡王戦7番勝負で叡王のタイトルをかけて高見叡王と対戦することになります。4月からもぜひ楽しみにしていてください。それでは続きまして、本日の対局者永瀬拓矢七段を紹介していきましょう。神奈川県横浜市出身、1992年9月5日生まれ、現在26